皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もミルクショコオンラインで遊んでいきます。今日はですね、私のなるほどクランですね、チャンネル登録募集が、レベル、クランレベルですねが今3なんですけど、こちら4にしようと思いまして、レベル4は経験値が6000で、クランコインが4万必要なんですね。で、今13561ですので、まあいつものごとくですね、何でしたっけ、装備じゃなくてショップでしたっけ、ショップでクランコインで、ダイヤを600で1万5000ですね、ということで購入して、はい、でもう一個購入してすごいですね、私どんだけダイヤ貯めたんですかね。これ4万ですね。いやー、何に使おうかなみたいないやー、そうですね、もうクランレベル上げるためだけに私はもう使ってますので、寄付ですね。じゃあ長期利にしましょう。4万26439ですか。おお、直切り4万ですね。これで、プラスが押せるようになりましたね。で、いきます。やりました、見た目、横の数字が2つの横棒が3つに増えたというだけでですね、クランレベル4です。これでジグーも変えるんですか、加藤っていうんですかね。あ、これ見えるんですね。なんか表記が変わってですね、加藤っていう名前の右側にあれがついてます。スコープだと思うんですけど、多分スコープついてますよっていうお知らせですか。これついてないんですね、ジグー。あら、絵が違う、なんだろう、え、なになに、あ、そうっす、皆さんそうっすって皆さん多分もうお分かりだと思いますね。私はちょっとよく分かんなかったです。多分なんか違うんですね。これがスコープで、もう一個こっちなんかエイムかなんか、なんか呼び方が違うんでしょうね。ということで、今、24名ですけど、まあ30まで増えましたね。まあこちらクランメンバーの方々ですね。ありがとうございます。そうなんですよ、私と同じ名前の方がですね、実況のなるほど店員さんがですね、もう一人いらっしゃるんですけど、まあ、私お会いしてませんので、マルチプレイで、そういえばあれですね、お一人キュアレットさんが、お待たせいたしました。ではちょっと加入させていただきます。なるほど一族加わりましたね。あれですか、キュアレットさんで、もしかしてプリキュアですかいや、私見てないから分かんないですけど、多分そんな感じかなと思ったんですけど、例えばなんかプリキュアもなんか男の子がプリキュアになったっていう、なんか最近ニュースで見たんですけど、あ、キャンディーも買えますしね。グレネードはこの前の動画であれですね、解放いたしましたので、まあ、この辺りもあれなんですよね、クランコインで解放するタイプありますね。私は一応全部コスチュームはつけてますので、顔と、背中と洋服ですか、まあ、ですが今のところコスチュームはなくても大丈夫そうですね。で、少しだけちょっと遊んでみたいと思います。そうです、クランレベル4の、もう何も変わんないですけどねクランレベル4になっても、まあ、あとですね、最近、ライブ配信するようになりまして、まあ、今テスト段階で何回か動画出させていただいたんですけど、まあ、私のパソコンがちょっと低スペックなものでですね、まあ、ミルクチョコオンラインがあれなんですよね、あんまりちゃんとまともに動かなくてですね、配信が、まあ、画質良くすれば、ちょっと動きがカクカクになってですね、あ、ちょっと減ってたんですねやっぱあれですね、体力ゲージが少しでもなんか削れてると気になりますもんね。さあ
モンさん。当たらない。当たった。サーモンさん、こんなとこに隠れていらっしゃったなんて。びっくりしました。あれ？消えました？おお、生き返った。なぜか。なかなか当たらないですね。まあ、ということで画質を、下げると動きは、まあ、スムーズに動くんですけど、まあ、土日ですね、ライブ配信今後ですねしたいと思いますので、まあ、ぜひですね皆さん遊びに来てください、まあ、なんか変な動画上げてますので変な動画、まあ、ですので、まあ、一応土日ですね、まあ、午前中が多いんですかね多分、まあ、たまに夜はなんか他のゲームの実況のライブ配信やってますので、王に俺はなるとかですね、日替わりナイスとか。まあ、ということで、今回の動画、以上になります。何でしたっけいつも言ってるセリフなんですけど忘れますね。あ、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。ちょっとミルクチョコもあれですね、練習してもうちょっと強くなりたいと思いますので、まあ、新しい動画を上げるたびにですね、なるほどさん上手くなってますねって言われるんですね、頑張りたいと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。